ミカエル・クローオンデリは、デンマーク・コペンハーゲン出身のサッカー選手。現在は、無所属。ポジションはミッドフィールダー。デンマークのブレンビーフで、プロデビューする前に、オランダのアヤックスに席。2004年、フリートランスファーで、RKC バールバイクに完全移籍し、8月15日の FC フロー人間戦で、プロデビューした。2006年、 RKC との契約が満了したためアヤックスに3年契約で復帰。9月17日のローダ JC 戦でデビューした。2006から07シーズン前半戦は3試合しか出場できずに行ったため、2007年1月31日にスパルタロッテルダムにレンタル移籍し、ローダ JC 戦を皮切りに12試合に出場した。シーズン終了後にアヤックスに復帰。 2008年8月29日、フルス・ブレンビーに復帰。8月31日の FC コペンハーゲン戦でデビューした。2012年8月22日、セルタデビーゴに移籍した。2015年6月1日、セビージャ FC に移籍した。2018年1月29日、デポルティーボラ・コルーニャに移籍した。ユーロ2012のオランダ戦で決勝点を挙げた。 クローンデリ2006年10月11日 UEFA ユーロ2008予選のリヒテンシュタイン戦でデンマーク代表デビューし2011年3月29日のスロバキアとの親善試合で初得点を挙げた10月11日 UEFA ユーロ2012予選のポルトガル戦で先制点を挙げグループ主での UEFA ユーロ2012本大会出場を確定させた 2012年には UEFA ユーロ2012本大会に出場するデンマーク代表に選出されグループリーグ初戦のオランダ戦では決勝点を挙げた試合後には得点に満足していると述べさらに8年間もオランダでプレーしていたし彼女がオランダ人だから少し特別だ家族全員がオランダで応援していただろうスペースを見つけ オランダ相手に得点できて嬉しい。今や、決勝トーナメント進出のためには、残り試合での勝利が、それほど必要でなくなったと答えた。グループリーグ最終戦のドイツ戦でも得点したが、1から2で敗れて、グループリーグ敗退に終わった。スコア欄は、デンマークの得点を左側に記載している。セビージャ FC、ありがとうございます。